こんにちは頭先生やで今回やるんは季節の食材や今はハウス栽培やったり輸入あと輸送技術の発達で年中食べれんかったやつが食べれるようになったけど昔は季節の影響をもろに受けててやから今回はそんな季節の食材抑えるでまずは春春って言えば新生活入学式入社式いろんなスタートなるんで受験の CM なんかだと特に春に差がつくなんて言うよな てなわけで、春だけの食材といえば、まずは山菜。小ゴミ、ゼンマイ、タラの芽、キノト、わらび餅のわらび。まあ、なかなか山菜って、俺は好きになれへんけどな。山菜の頃にゼンマイで巻き戻れたら、ふと笑う。山菜なんか普通食わんから覚えれへんわーっていうやつは、こんなんやって覚えてな。あとは、魚も春だと、魚に春って、まっさに春の魚の代表、サワラに、細い魚のサヨリ、桜大とかのタイに、桜マスとかのマス。 むちゃくちゃ差がついてるやろ。あとの食材も全部春っぽいもんばっかりやで。青ヤギ、赤貝、アサリにサザエ、鳥貝、ハマグリ、ミル貝って。貝は開くで貝ってだけあって、ほら、めちゃくちゃ春っぽいや。やから貝のほとんどは春が旬で、夏と秋にはなく、冬なのは寒い風に暖かく食べそうな柿鍋の柿。忘年会の締めにしじみ汁とホタテバターのホタテくらい。な、この三つだけは冬に合うやろ。この他にも、 春って芽を出す時期なんで、芽の出そうなインゲンやエンドウ、空豆の豆類、あとはすくすく伸びるタケノコ、食べれる花の菜の花、などの食材も春っぽいやろ。ってなわけでざっくり春の食材言うたらこんなとこで、て、ちょっと春からこんなん出て、またまたーって慌てるやつも多いかもしれへんけど、今はとりあえずそっかーってイメージだけ持ってたら、あとは後から繰り返して特訓したり、生活してる時何気にテレビやスーパーで目にしてっから、そのうちきっと覚えるで。 夏って言えば暑いからまっさについあがついちゃう。アナゴ、アジ、アユ、アイナメに、アワビどれもあで始まってるな。あとはみんな夏っぽいイメージで、夏といえばスイカ割りなんで、スイカとかの売り系。キュウリとかカボチャ。あと、トウガンとかな。んで、他にも夏ってビールの一番うまい時期なんで、真、まあ、夏の暑い中でキンキンに冷えたビールといえば枝豆やろ。豆といえば目の出る春やけど、枝豆だけは夏なんや。 ほんで飲んだら二日酔いになるんで、そんな二日酔いのためにも合わせたい酸っぱい梅やシソ、苗が。まあこの辺は大人になってお酒覚える人なら覚えるまでもないな。ほんで夏の海といえばなんつっても海の家。そこで出るかき氷に夏の暑さをぶっ飛ばす辛いカツカレー。っていうことでカツオとカレー。って、カツってそっちかよってな感じやけど、そしたら夜は一夏の恋ってわけで、コチコチ、心臓はもうバクバク。そこです、す、好きからのキス。 と、行きたいとこやけど、やっぱりまだーって失敗して激、激鎮、同情で終わるんが定番やけど、魚も同じで、コチ、ハモ、スズキ、キス、マダコ、ドジョ、な人夏の恋と同じやろ。これで、ほとんど覚えれる。あとは他にも、ナスとか、さくらんぼとか、さらに覚えたいときも、覚えたいものに書き足すようにすると、あ、そういえばスイカのぐるぐるにさくらんぼ書き足したなーとか、さっきの人夏の文章の中に、成果なしって、ナスの絵を入れて、 夏の魚介ついでに覚えるとか。そんなんすれば頭によう残って本番問題解くきとかに思い出すからな。そしたら秋や。秋といえば食欲の秋。特に魚は油の乗る時期やから最高やで。やから鮭、サンマ、サバ、イワシ、イセエビ、この城って最高がつくね。あとは寒い冬への準備やからあったかい土に潜る芋のサツマイモ、里芋、山芋、人参、レンコンとかも埋まってる系やな。 あとは秋の食べ物を言うたら、松茸ご飯。つまり、キノコ系は秋が旬や。あとは栗にカキ、ブドウ、梨。胃腸の銀杏も秋なるな。今回の秋も覚えるもん大量やけど、秋って紅葉で葉っぱ枯れるんで茶色のイメージあるやん。旬の奴らも茶色っぽくないかやから秋は茶色っぽいイメージって持ってると覚えやすなるで。だってほら、春に差がつくやから、サバって差がついてるから、あれ一瞬春かなって思うかもしれないけど、サバといえば味噌にな茶色や。 芋とか人参レンコンとかも土やら泥やらに隠れてるからやっぱりこう茶色がついてるっていう感じやし夏の時ひと夏の恋で破れるみたいな話したけど秋になるとそれから立ち直ってまたちょっとええなーっていう子ができたんやろなってなわけで気になるなブドウやったり梨やったりどれも木になってるしキノコなんてあれ木の周りに生えるから木の子供っていうんでキノコって名前ついたくらいやからこいつもまた秋になるこんなんすればもう秋の食材はバッチリや ほな、次でラスト。ここまで来れたら、もうあと一個は楽勝や。春から秋までやれたんなら、冬もできるし。なんなら、残ったんは全部冬って覚えてもええしな。冬って言うたら、もう鍋一択。やから、鍋に合うもんは全部冬って覚えると楽や。魚介で言えば、あんこうに柿、フグ、カニ。この辺なんか最高やし。野菜も、ネギ、大根、白菜、水菜、ごぼうが旬で、鍋入れると、むちゃくちゃ美味しいやろ。まっさに鍋って、冬の味覚を詰め込んでんねやな。 あとは春の時もちょっと話したけど、貝は大体が春で、その中で温かい料理のイメージのあるやつだけは冬の貝や。忘年貝は柿鍋でホタテバターが出て、締めの二日酔い対策にしじみ汁。 まっさにこいつらが冬の旬なんやなあとは他にもブリやタラアマダイに生コってこんなんもあるってなわけでラストの暗記は冬のクリスマスとかの時期って年末でむちゃくちゃ忙しいんでこの日は新人のあんたも会社出なさいよみたいな指示に対して「すいません私年末ってバーゲンの服買うため無理です」っていうそんな新人に上司がぶち切れるって感じな冬の書き入れ時に指示ほったって服買いに行くとかあんたら甘えてブリっ子生意気よ これで冬の魚介の暗記はバッチリや。どや季節の食材頭に入ったか中には、え、なんでこの食材ってこの季節なんてなったやつもあるやろから、こっからはそんななんでやねん食材を教えてくな。食べ物って魚に春のサバラは春やし、サンマは秋の刀の魚って書くから秋って季節に合ってるけど、冬瓜なんか冬ついてるのに真逆の夏って、どがんかしけるぜってなるよな。この調子でどんどん突っ込んでいこう。 他にも桜の桃って桜は春やのに夏。なんでやねん。んで、秋になったら春菊。これもう春の菊って。春ちゃうんかいどうなっとんねん。あと、秋と冬の柿。お前ら柿なら夏やろがいって。こんなんなって突っ込んでると、むちゃくちゃ頭に入るで。どうしても覚えるのが苦手な人は試してみてな。 別に名前に限らんと、土壌やハモ、アナゴの旬は夏やのに、そいつらに見た目がそっくりで、夏の暑い土用の牛の日食べるうなぎは、冬がうまいんかい。なんなら一番夏に食え言われるお前だけなんで冬やねんとか。覚えにくいやつを自分なり突っ込んだりして覚えると、さらにええで。ほな、最後におまけで、季節気にせず食べれる保存食や。こいつらは季節で食べ物の取れにくい時でも食べれたから、昔の日本にはなくてはならんもんたちや。まずはもちろんお米と茶。 カッカラになってるんで、日持ちするから和食の柱になってんな。んで、あとはいつでも食材の立ちつてと、タは卵、鮭やマスの卵をバラバラにしたイクラや繋がってるスジコ。お正月の数の子はニシンで、俺の出身、九州ではスケトウダラの卵で明太子もできる。こいつらは塩効かすから長持ちやね。ちなみに数の子がニシンの卵ってのの覚え方は、ニシンが八。な、こんな風に思いっきり数字ばっかりでできてるような魚やから、その子供も数の子ってなるわけや。 んで、ちがちくわとかの練り物。その時取れた魚で作るんで、季節気にせず作れるから、いつでも年がら年中食べれる。そしたら、つくだに。材料は、肉、魚、野菜、なんでもありで、それを醤油やみりん、砂糖で味付け。作る時水分飛ばすし、味も濃いんで、よう持つね。そしたら、手は、ここちょっと伸ばして、干物な。干して水分飛ばすし、塩気とかで味強いから、腐らへん。つくだにや、干物で言うたけど、味濃いと、バイキンしぬんや。 やから、イカの塩辛とかも日のちするんは、そんためな。ただ、バイキンも死ぬくらいやから、俺ら人も食べ過ぎは注意やで。ほな、ラストのとは豆腐。材料の大豆が米とかと同じで、カッチカチに乾いてるんで、食べたい時にそのカラカラの大豆を水つけて戻せば、いつでも豆腐が作れる。とまあ、こんな感じで、季節のない特別な奴らは、こんなとこや。てなわけで、どうやったたくさんすぎて覚えきれんでも、 アニメたった数分やからちょこちょこ見れば覚えるし最初から全部覚えなくてもなんなら1年かけて毎日1つは旬のもん口に入れよってしてれば1年でかなり覚える旬ってのはそいつが一番うまい季節やけどそいつが一番育ちやすくて取れる時期でもあるから旬のものほどうまいのに安いね旬やない時食べるにはハウスとかで無理やり違う時育てたり遠くから運んだりせなあかんから どうしても時間がかかって高鳴るし、やから旬を知り、美味しく食べてお金も大切にできる、まっさに一石三鳥。これは和食の一重散歳に通じる考えや。やからぜひみんなも味わってみてな。